皆さんこんにちは、カメラマンの笠子と申します。今日は京都に泊まっております。京都駅から約徒歩 7,8 分ぐらいですかね、アルモント京都というホテルに泊まっております。初めて泊まりますけれども、1泊目が7,700円、2泊目が8,500円ということで、非常にね綺麗なんですよ。で、私京都駅付近のホテル結構この数年何度も泊まってるんですけど、まあ、7,000 円ぐらいとかで結構ボロくてしょぼいとこが多いんですよね。まあ近いけど駅からまあ10分以内だけれども、まあ割としょぼいっていうとこが多くて、いやちょっと綺麗なとこないかなと思って探してこれを発見したんですけど、めちゃめちゃね綺麗なんですよね。で、机とかも狭いですけどちゃんと作業ができるようなビジネススタイルに、これいいですよね。ちゃんとね、僕テレビあんまり見ないので、なんかここにテレビ置かれちゃうと嫌なんですけど、非常に綺麗です。そして、なんかね、ベッドのとこも、綺麗で割と広いですよねっていう感じですよね。もう、新しくできたのかなっていうぐらい。で、ここが勝手に消えちゃうのか。そして、バストイレ。あ、めっちゃ綺麗ですね。すごいじゃん。これでまあ、8,000 円だったら、で、京都駅から徒歩10分以内ですので、ここめちゃめちゃいいですね。で、私は利用する気はないんですけれども、夜中の2時まで入れる、温泉じゃないか。大浴場みたいなのがあって、で、ロビーもめちゃくちゃなんかね、まあ、1泊1万5千円ぐらいするような綺麗なラウンジみたいなロビーなんですよ。それでこれいいとこ見っけたんじゃないかなと思います。ちょっと駅から7分ぐらいなんですけど、割となんか住宅街みたいなところで、周り何もないみたいなところなんですよ。だけど多分ね、こんなホテル多分今までなくて、本当に京都ね、すっごい今ホテルがいっぱいできてます。なので、昔の古いホテルで7、8000取られるぐらいだったら、ちょっと探してですね、なんか新しそうなホテルに泊まっていただくと、7、8000円でも意外と綺麗なとこ泊まれるんじゃないかなと思います。夜11時にチェックインしましたけど、受付の対応は非常にね丁寧な方でしたということで、いやーよかった。いやなんかね、いやもう11時に帰ってきて、また朝8時はオーバー、9時ぐらいに出るので、本当に寝るだけなんですけども、パソコンで作業はしますけど、そんなに長いね、ここでほとんど寝るだけとはいえ、やっぱりねなんか年を取ってくると、ここでなんかホテルがボロくって、なんか汚しくて、なんかちょっと匂いもして、なんか体温気温調整も室温調整もうまくいかなくて、なんか隣の声が聞こえてきて、なんか古いビジネスホテルでみたいなのと、本当になんか疲れが取れないんですけど、とってもいい感じということで、アルモンテ京都というホテルでございます。京都駅8条口から徒歩7、8分ということで、私が泊まった時は、たまたまなのか、1泊目7,700円、2泊目8,500円でしたけれども、そのぐらいの値段でこのぐらいの綺麗さで、京都駅から徒歩圏だったら非常にいいんじゃないかなと。まあ、ただね、夜は本当に結構暗い住宅街を歩くので、まあ、女性の方とかちょっと気になるかなと思いますけれども、参考にしていただきたいなと思います。